ヌクレオシド就職メッセンジャー RNA は一部のヌクレオシドが他の天然就職ヌクレオシドまたは合成ヌクレオシド類自体に置換された合成メッセンジャー RNA である。モードルナは特定の細胞において目的のタンパク質の分泌を促進するために使用される。重要な応用例としてメッセンジャー RNA ワクチンの開発がありコビット。COVID 19ワクチンとして承認された。リボソームは、メッセンジャー RNA にコードされた、タンパク質を作成し、細胞の炎症を軽減するように就職することができるメッセンジャー RNA は、デオキシリボ核酸異形に従って、ヌクレオチド構成単位から、リボ核酸素を合成することによって生成される。これは、転写と呼ばれる過程で、RNA ポリメラーゼに供給される。 ビルディングブロックに標準的なアデノシン、シチジン、グアノシン、ウリジンのヌクレオシドではなく、プソイドオリジンなどの非標準的なヌクレオシドが含まれている場合、生成されるメッセンジャー RNA はヌクレオシド収縮されていると表現される。タンパク質の生産はメッセンジャー RNA 上でのリボソームの集合から始まる。メッセンジャー RNA は翻訳と呼ばれる。 タンパク質性合成の過程で遺伝暗号に基づいてアミノ酸配列を指定することによりタンパク質合成の青写真として機能する。細胞が通常は産生しないタンパク質を産生するように細胞を誘導するために転写の必要性を回避して細胞の細胞質にイシメッセンジャー RNA を導入することが可能である。ただしこの目標を達成するには 外来メッセンジャー RNA の浸透と翻訳を妨げる細胞システムをバイパスする必要がある。従来の未就職のメッセンジャー RNA を分解するリボヌクレアーゼと呼ばれるほぼ偏在する酵素がある。自然免疫系受容体であるトール様受容体7や TLR8 などエンドソーム膜に存在する外来メッセンジャー RNA に対する細胞内バリアもある。 TLR7 や TLR8 のような RNA センサーは細胞内のタンパク質合成を劇的に減らしインターフェロンや TNFα などのサイトカインの放出を引き起こしその影響が強いとプログラムされた細胞子を引き起こす外因性 RNA の炎症性はメッセンジャー RNA のヌクレオシドを収縮することで隠すことができる。例えばウリジンは プソイドオリジンや N1 メチルプソイドオリジンなどの同様のヌクレオシドに置き換えることができ、シトシンは5メチルシトシンに置き換えることができる。N1 メチルプソイドオリジンと5メチルシトシンは自然には発生しないが、プソイドオリジンは自然に発生する。これらの就職ヌクレオシドを含めるとメッセンジャー RNA の二次構造が変化し、効果的な翻訳を可能にしながら、 自然免疫系による認識を低下させる可能性がある。通常のメッセンジャー RNA は実際のタンパク質のアミノ酸を高度しないセクションで開始及び終了する。メッセンジャー RNA サノコ及びサンマッタンにある、これらの配列は非翻訳領域と呼ばれる。鎖マッタンにある2つのユーテルはメッセンジャー RNA とモードルナの安定性及び翻訳の効率。 つまり生成されるタンパク質の量に不可欠である。モードルナの合成中に適切なユーテルを選択することにより、標的細胞での標的タンパク質の酸性を最適化することができる。細胞による RNA とモードルナの取り込みの比較特定の標的細胞へのモードルナの導入には様々な困難が伴う。まず、モードルナはリボニクレアーゼから保護する必要がある。 これは、例えば、リポソームで包むことによって達成することができ。このようなパッケージングは、モードルナが標的細胞に確実に吸収されるようにするのにも役立つ。例えばワクチンに使用する場合に役立つ。ナノ粒子は、樹状細胞とマクルファージに取り込まれ、どちらも免疫系の活性化に重要な役割を果たす。さらに、適用される。 モードルナが特定の体細胞に特異的に導入されることが望ましい場合がある。これは、心筋細胞が増殖するように刺激される場合に、当てはまり、パッケージ化されたモードルナは、感情動脈に、動脈内に直接注入することができる。モードルナが、標的細胞以外の細胞に侵入すると、望ましくない影響が生じる、可能性がある。例えば、高度化された、 タンパク質が心筋細胞を刺激して増殖させると考えられているが他の細胞で誤って生成された場合、これは悪性増殖につながる可能性がある。ただし、このような悪影響は通常のメッセンジャー RNA と比較して安定性が向上しているにもかかわらず、モードルナが高度するタンパク質と同様に最終的に分解されるという事実によって時間的に 制限される。また、細胞のゲノムの変化、すなわち突然変異は、癌の発症などの結果を引き起こす可能性があると主張されている。ただし、遺伝情報は細胞核に DNA として存在し、モードルナは細胞核に入ることはない。さらに、細胞質に導入された外因性メッセンジャー RNA がメッセンジャー RNA から DNA に、 逆転写されるという証拠はない。逆転写酵素などを産生するウイルスが人に存在し、これらの逆転写酵素が戻るなの逆転写を行うために、これらのウイルスの逆転写酵素は非常に特異的であり、ウイルス自身の RNA のみを転写する。重要な応用分野は、メッセンジャー RNA ワクチンであり、人での使用が承認された最初の候補は、 サーズ株マイナス2に対処するための COVID-19 ワクチンの製造であった。COVID-19 ワクチンの例バイオンテック、ファイザー、ホスワニ・インターナショナル、カレバッツ、モデルナの協力により開発されたものである。モードルナの他の可能な用途には、損傷した心筋組織の再生及びがん治療が含まれる。ありがとうございます。